今回は愛知県道66号の蟹江飛島線っていうのを走ろうと思います。終点の今稲荷西交差点、国道1号線の芝切交差点、これが起点なのでそこまで走ろうと思います。では信号が変わりますのでスタートをします。ここから飛島村に入りました。ここから弥富市に入りました。
高架の側道を行ったところがゴールになります。はい、芝切交差点ですね。ではご視聴ありがとうございました。